ンの孤独であろうと B10 に不遇に余儀し暇はなし、たとえ千年の悪夢であろうと。お前バカマジでお前マジかよ。あれ重いよね。だから病人感か。病人感です。なるほどなるほど。セクモパス体制表の加盟数が増えた一つ。そうですね、まあ、僕20年前、ちょうど1999年にデビューして、もう20年経って、20年目にして、J ネットワーク、まあ、20年前から出続けて、初めての、やっとたどり着いたタイトルマッチなんで、まあそうですね、普通、まあ強いやつだったら、1年くらいでタイトルいっちゃうやつもいるし、そこに20年かけてきたんで、まあ、途中10年勝てない時期なんかもあったりして、まあ普通だったらやめるんでしょうけど、まあ20年続けてきて、やっとここまで来たんで、もう思いは人1倍どころか何十倍も強いと思いますね。はい。ベルトに対する思いは。話の手術いつだったか、まだ決まってないの？いや、金曜日に行ってました。あ、そうなんだ。はい。退院はその、週間以上か。はい。まあ、まだ。スピード、テクニック、まあ、もちろんあと若さですね。は全然向こうの方があるんじゃないかと思ってるんですけど。左っすね。そうですね、サウスポーで。スピードもあるし、結構スピードだけじゃなくて、一発一発の力というのもあったし、テクニックも上手かった印象です。で、僕負けてるんで、そこをどう覆すかっていうのは、まあ、はっきり言って、わかんないです。気持ちで絶対折れないんで、そこでどうにか挽回するしかないですね。そうですね、もちろん作戦細かいこと、相手がこういう時にこう動くとか、もちろんバカじゃないんで多少は考えてますけど、それよりもそれをどうこうよりもやっぱ気持ちだし絶対引かないしっていうところですかね。絶対折れないっていうことですね。まあね、若くて強いやつがチャンピオンになって、それを応援したり見たりするのもすごい楽しいと思うし、僕自身もそういう試合も好きですけど、やっぱそこに46のおっさんが混じって20年かけて追っかけてきたものを取るっていうところ、まあそういう選手がいても、そういうところがあっても、からこそ面白いと思うんで、そういう試合が見たい人、おっさんが活躍するところ見たい人はぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。
まあよっしゃーって感じで、はい、攻撃は何ですかね。覚えてないです右か左のフックなんですか、ね、多分左だと思うんですけどね、がいい感じに当たって、まあこのまま終わってくれれば最高なんですけど、そうはいかないだろうなと思って、で時間がそんな残りがそんななかったので、で相手の雰囲気からして強引に行ってそのまま終わりにできるって雰囲気でもなかったので、まあこのラウンドは無理せずに置こうっていう感じですかね。ラウンド2自分じゃとにかく傷の大きさ分かんないんで、めちゃめちゃもしかしたら深くて、はい、その場で終わりってなってしまうのもあるので、そういう意味でめっちゃ焦りましたね。まさかこのまま終わってしまうんじゃないかっていう不安はすごいありました。自分の血、それは特に感じなかったですね、はいはい、ただ本当に大きな傷で止められないければいいなっていうだけですね。同じく日本語で再開します。
まあそうですね、まあ、セコンドの指示もあって、まあ、それはある程度予期していたので、まあこうなるだろうなって感じですね。でやっぱり自分その子で打ち合ってしまっても打ち合うような癖があるんですけど、セコンドはそこはしっかり止めてくれたので、冷静に戦えたのかなと思います。考えというか自然に出たっていうのが正直なところで、あんなのは全然練習してなかったし、まあ昔からちょっと自然に出てしまうとこあったんですけど、最近は出てなかったのがなぜかあの時は無意識にというか、まあ必死になった時に出てたのかもしれないですね。ラウンド5ラストラウンド、練習は一切したことがないですね、20年間。それこそただあれはもう昔から癖というか出てしまうもので、あんまやる人いないし危険な避け方なんで、昔はよくあれはやるなって怒られたりしたんですけど、でここ数年もあんま出したことなかったんですけど、なぜかあの時に久しぶりに出て、でそれがよくできてしまったんで何回もやってしまったって感じですね。
変だと思いますが、しばらくお待ちください。まあぶっちゃけ本当にこれで判定で勝っていてくれるしかないですね。もうそれしかないですね。ちょっと結構競ってたのもわかるし、延長に行く体力がないって正直本当に思ったので、勝っててくれるしかないですね。祈るような気持ちですね。佐藤から48対47、青小翔、佐藤氏が48対47、青小翔、佐藤が48対47、青小翔以上発表3回目になって、小翔の人生の判定勝ちでございました。待たせたな。それだけ。私も元に、まあこの手伝いに続いて7年間毎日日本でもらって一緒にやってきました。ちょっと今気になる理由して今日ここにいないけど、お前の声だと思ってるから、ありがとう。皆さんありがとうございました。見事勝利しました。本当に先生にどうも。試合振り返ると、とにかく今までで一番きつい試合でしたね。その、なんつうんだろう、スタミナ的にもそうだし、いろんな意味でメンタル的にも、まあプレッシャーもあったのかもしれないし、とにかく最近ここ数戦は3ラウンドやった時点でもうまだまだ動けるで俺はっていうスタミナと体力があったんですけど、なぜかあの時はもう3ラウンドの途中の時にはもう立ってるのも必死ぐらいの実は状況になってまして、4ラウンド5ラウンドこれはもう無理だって思うぐらい本当に疲れてましたね。まあそこでインターバルで本当セコンドのカズジャンジラとケンイチがどうにか俺のメンタルを持たせてくれて死なずに済んだっていう感じですね。でも試合終わったの後もまあ嬉しいのはもちろん嬉しいですけど、どっちかというともう安心したっていう感じが一番強くて、ほんとほっとしたって感じですね。はい、ありがとうございます。これで動画です。一緒いっぱいなんでもうやめときましょう。決着がつかないで。そうですね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。もう聞いて、まあ、集計本社取ることで J ネットもそういうこと20年前から出てるところで王者になれたんで、あとはもうこれ以上別にどっかのベルトを狙うだとかそんなことはもういいかなと、あとは一戦一戦どれだけいいパフォーマンスができて意味のある有意義な試合をして選手生活を終われるかなってことに集中していきたいですね。100年の孤独であろう。